形形容容詞副詞副置けるる場所が限られている形容詞ですはいというわけで形容詞の使い方はね名詞を修飾するのと主語はイコールほにゃららですっていうこの2つの使い方だったんですけれども、ね、名詞にかかるだけの形容詞だったり B 同士の後ろに置くだけだったりっていうふうにもうね2つの働きのうち1個だけに限られているそんな形容詞を学んでいきます。それでは早速 スタートです。例題です。問題はこちら。ばん。次の日本文に合う英文になるように、空欄に適する語句を選びなさい。はい、ということで、二問用意したんですけれども。あれ、これ先生選択肢一緒じゃん。そうです。選択肢一緒です。で、しかも、一番。生きている虎を見た。二番。えー、溺れかけたが生きていた。そうなの。 生きているまあ文が過去なので生きていたになってるけれども生きているという意味アライブもリビングも持ってるんですでね名詞にかかる場合 B e 動詞の後ろということで使い分けなくちゃいけないんです。そうアライブとリビングは意味は一緒だけれども使い分けるこれがまさに置ける場所がここだけどっちかな 置ける場所は B 動詞の後ろだけどっちかなそれを確認するのが今回の TK ポイントですそれじゃあもうね素早くさっさと行っちゃうよ TK ポイントはいこちら置ける場所が限られている形容詞というわけで生きているという日本語に対応する形容詞は l i v i n と ARRIVE 2つあるんだけど名詞にかかる場合には l i v i n を使いますそして B 動詞の後ろに使う場合には「arrive を使うことになっているんです。ね。で厳密に言うと「リビング」の代わりに「ライブ」っていうのも使うこともあるんですけれどもまあまあいいです今回は「リビング」と「アライブ」の使い分け。そしてもう一個覚えてほしいのが「寝ている」「ほら寝ている君」なんてこうね言ってみたりしますけれどもね名詞につく時は「スリーピン」を使うんです。 そして B 動詞の後ろに使う場合にはを使うん,ですなんか法則性見えてきたよねホニャウィングが就職語として使って B 動詞の後ろに使う場合はああななんんちちゃゃららそうこの形は例えばね寝ているの反対の起きているのね a ウェイクだったり一りぼっちの alone だったりこんなふうに「あなんちゃらっていうのは B 動詞の後ろに置くっていうふうに一つ覚えておくといいね。 はい今回は「生きている」と「寝ている」この2つを使い分けてほしいの。それじゃあ戻るよ「はいというわけで「生きている」はい今回の場合名詞にかかるから「Ribbing」「I saw a ribbing tiger」となります。そして下「He was drowning but he was alive」 はーい、このように B 動詞の後ろなので「alive」を使うということです。「生きている」意味は一緒だけれども英単語として使う場合名詞にかかる時は「ribbin」そして B 動詞の後ろに使う時は「alive」これをしっかりと覚えてください。<music> はいというわけであっという間にまとめですもう一度ご覧くださいこちらバン置けるるるる場所が限られててていいい形容詞生きていると寝ている今回はまず「生きている」の方でしたけれども名詞にくっつく場合は「living」そして B 動詞の後ろにつく場合には「arrive」こういう使い分けです。これからね次の回でやるわけですけれども寝ているのは「sleeping」とは「sleep」ということ。でここからちょっと欲張ると「あなんちゃら」っていう形容詞は B 動詞の後ろに置くこういうルールも見えてくるよね。 はい、このののように形容詞基基本の基本からこれね本当に細かくて大変だって思う人いるかもしれないけれどもこのパターンはね生きてると寝ている覚えとくだけでバッチリだからね。はい、ということで名詞につく場合と B 動詞の後ろにつく場合に使い分けるそんなパターンを学んでみました。